ドミさん、こんにちは。6月7日金曜日、追い返して最終日、動画撮っていきたいと思います。なぜか首に違えてめちゃくちゃ痛いです。加藤の方からね、今2時半前なんですけども、1時間前に、加藤の方からね、新しい新製品化情報出ましたんで、ね、ご案内していきたいと思います。ちなみにね、上のタブちょっとね、ちょっと消せないんでね、このままにしていきます。あとは基本的にはご案内なさそうっすね。ふんふんふん。お？九州も出んのか。ちょっと待ってね。この辺。ああ、アラウンドザ九州か。ああ、なるほど、なるほどね。それぐらいかなと思いますね。では案内の方していきたいと思います。加藤、今年の10月。まあ、やっぱり加藤はね、4ヶ月スパンで出てきますね。E233系地方線快速の、規制開業130周年キラピングセッター。まあ、これに関してはね、俺トミックスの方が先出ししちゃったんで、まあ、トミックスの方予約しちゃったんですけど、まあ、値段としては4000円違いますね。確かトミックスの方が3万500円のはずなんで、まあ、この辺ちょっとどうなるか。まあ、後で細かい情報見ていきます。そして、これ、永山鉄道でいいんだっけ？なんかわかんないけど、京都の方だっけ？違うのかな？ちょっとわかんないでほしいですけど。その青もみじキララ、メープルグリーン。今まで加藤はね、確かオレンジと赤かな？なんかそんな感じのやつ出してるはずです。そして701系1000番台仙台色。平成5年から新設された20メートル級の交流均衡型電車、新白川から一ノ関の、広範囲で活躍中と。仙台地区非ワンマン対応車の4両編成とワンマン対応の2両編成を製品化。ワンマン対応の2両編成は、車外スピーカー、ドアの、脇の出入り口表示器ありで、非ワンマン対応車の4両編成との、側面を作るわけと。で、クモハの屋根上ブレーキ、抵抗器撤去、行き先表示器 LED の機器更新後の形態を再現。まあ、後で詳しく見ていきます。そして、アラウンドザ九州。アラウンドザ九州に関してね、確か6両セットかなんかで随分前に出た気がしますね。今回は4両、失礼、7両4両で単品の左派が1両と。なんか最長で11両なんだ、これ。なんか並結するって書いてあるし。ちなみに、黒波786、黒波78の0番台を新規設定。4両編成のグループ初の N ゲージ化。あ、じゃあ前出たのは7両か。確か随分前に出てたはずなんですけど、ちょっと調べてみようかな。ちょっと待ってくださいね。確かでもね、6両だった気がすんな。まあ俺の記憶結構定かじゃないんで、結構すったぼろなんですけど。ちょっと待ってくださいね。多分ヤフオクで787系だったら出てくるでしょ。出てこなかったんだけど。787系。確かに過去に出てますね。昔の方はあれか、10の、8？ いくつだこれ？ 8？ あ、590か。あ、確かに6両セットという形でアラウンドザ九州出てますね。10590アラウンドザ九州6両セットって感じで。じゃあよかった、6両出ってたのか。なんか間違ってたら恥ずかしいと思ったんですけど。そしてトイレ設置者の、真空式おぶつ処理装置も台車取り付けの別部品で新規作成。先頭連結用のカップラーセットとスカートを付属とし、787系の並結運転の再現可能。まあ、つまりフルセットで11両かな。ちょっと単品のこれ意味がわからないですけど。でも単品もあるから6から8とかいろいろあるんだね。そうなんで、付属シールは、近年の運用に対応する内容で新規作成。各特急のみならず、ワンマン運行を含む各特急や、普通列車のほか、4両編成の車外スピーカーの模様も収録。南福岡車両センター所属の7両と、増結用の左派の単品。大分車両所属の、4両セットの3種類、左派単品を含めた、6から8両編成のほか、2両編成並結の、12両編成のきらめきが再現可能と。なるほど。もうちょっと詳しくないです。で、スターターセットのデゴチ SL。これではあれかな、パワーバックが新しくなったやつかな。デゴチ、これぞもった当選の加藤最新がどうセレクトで、パワーバックもどこか。で、旧型機種4両セット。これも初めて見たな。今まで加藤って、なんだろうな。これはでも初めてだな。確か加藤って随分昔にデゴチのスターターセット。多分客車が3両か4両ぐらい出してたんですけど、今回はそれがね、出てくるみたいですね。内容としては、これか。ちょっとわかんないけど。ちょっと後で詳しく見てみましょうね。そして 18D のコンテナと、サウンドカードの C62。で、JR 四国の2000系の、サウンドカードも出ますと。あとはないっすね。では、詳しい情報を見ていきか、いっていこうかなと思います。後でね、ちょっと気になるところはね、公式ホームページの情報で出しますんでね。ちなみに、ポチの横浜はね、俺まだハガキ来てないんですけど、なんかあるみたいですね。7月13、14、15。まあ、来月か。13、14、15ってちょっと待って、川崎じゃね？おお、あった、あ、外れた。大井と船橋の間か。じゃあ俺関係ねえや。7時だけアラウンド九州から行きましょうかね。実写平成4年の7月、だからデビューして17年か。デビュー以来、様々な運用で、カモメ、キラメキ、日輪、ヒューガ、霧島。
俺はでもあれだな、この78で負けてたら特急カモメのイメージが爆発でえな。ヒカリアンに出てた頃はね、あの特急カモメで確か出てたはずなんで、あの、おいどん言ってうるさかった気がするんですけど。黒羽76の新規作成で、この辺だけ言ってたよな。で、6たす6の、きらめきの再現や、44のソニックの再現も可能です。へぇ。つまりあれか、6両の場合はなんか1両抜きゃいいのか。こんな感じか。1、2、3、4、5、6、7。で、単品の差が。で、モーター車に関しては、ここか、6号車に入ってるのか。で、4両セットは下と。なんか面白いね。そして7両セットのランズ9の編成例としてはこんな感じか。ここかな？サファーの、4号車、5号車かな？ここか。単品の110は、あ？うん？1、2、3、4、5、6、7、あった。でも、1、2、3、4、5、6、7、なんかわかんない。九州の本ってあんまり知らないんでね、申し訳ないですね。で、これか。普通はこういう編成組んでて、1、2、3、4、5、6か。何抜かれたんだろう。多分、サハが1両抜かれてんのかな。サハが、そうですね。サハが4台入りなんで1両抜かれてんのか、下側は。で、単品時に、造形セットに、あの単品に関してはね、ここっすね。この7、6と5の間に入れろか。で、きらめき3号に関しては、1、2、3、4、5、6足す、1、2、3、4、5、6か。へぇー。7両セット、福岡南福岡車両の、BM13、4両セット大分の、BO104 と。平成23年頃のランズ96号から、2017年までのワンマン化改造前の形態がプロセット。4両セットは、下り型の搬出グリーン車と、クハナシの上り型の普通車を新規作成、新規設定と。それか、だからサハ出したのか。過去に出した7、あの6両セットの、既存品としても使えますよっていう意味で出したのか。これはいいね。そして、まあそんな感じか。で、6たす6、4たす4も可能と。だからそのためのあのカプラーなのか。時折見られて話題となる4たす4のダイスソニックか。へぇ。で、一応こんな感じ。ヘッドライト、テールライト、ヘッドライト、白色 LED、上部ライト、電球色、フォグライト、黄色。で、真空式のオブス処理装置は台車取り付け。で、ヒアルドールクイーンと採用。これに関してはあれかな。フライホイールじゃないのかな。アラウンドザ九州見ると、なんかそんなにそのフライホイール感の台車感はないんですよね。ちょっとちゃんとした画像がヤフオクの方で見えてるんで、ちょっとわかんないですけど。どうなんだろうな。そうっすね。ジャンパ感付きの密連カプラー使われてるんで、おそらく非フライホイールか。になるかなと思いますね。で、4両編成に関しては、並結運転をこれ、ストラクションタイヤなしと。で、あ、書いてあったか。中華レギュース、加藤カプラ、密連型。だ、これだ、多分、まあ、これそうか、全車両こうか。で、行き先、所持シール付属、7両4両続くことは内容主力。4両編成の付属シールは、ワンマン運行の時は、普通列車運用もカバーと。で、ワンマンが改造前に姿を再現できる社会スピーカーの模様を主力。で、どうこうと。そして、701系。これはでもいいんじゃねえの？確か、マイクロ S から出たやつもあるけど。あれ、701系って出てたっけな。確か、マイクロ S からなんか、東北方面の車両出たときに、なんだっけ、プロトタイプがちょっと違うって言ってメーカーがお詫び出してたような気がするな。いつだっけな。メーカーお詫び。ん？何これ？お？なんかマイクロ S やったな。6月3日。いつだ？月曜日か。なんか6月3日からマイクロ S 付けでなんか案内出てんな。A の8361の京阪800系旧塗装旧膜4両と新塗装4両。および京阪特急プレミアム化8両セットにつきまして、権利関係にもおいて確認事項が生じたため、一時ウェブサイトでの係争を中止しておりますと。なんかあったんだね。それはいいとして。どれだっけな ?701 系だっけな、なんか随分前にあったんですよね。これ京急の不具合だろ、アンテナが取り付けてないってやつ。これ再生産中止。小田急説明誤植。ないね。休養のお知らせから言ったらアクセスできるか。おそらくないっすね。確かでもなんか701系あったんだよな。なんだっけな。俺もちょっと覚えてないんで申し訳ないんですけど。
ないな。なんだっけな、なんかあった気がするんだけどな。気のせいかな。更新履歴。確かね、701系だかなんかのね、プロトタイプがなんかちょっと違うのご案内どうこうっていうのがあったはずなんですよ。確かだからね、それでいくとね、確かね、783系かな。九州の方のやつもね、なんか1個プロトタイプが案内し忘れてましたみたいな、お詫びが確か後発です気がする。多分701系となんかあった気がするんだけどな。まあいいや。701系、東北地区の通勤近郊輸送で、1993年から新設された軽量ステンレスの3トビラ20メートル級。2両4両単独のか、2たす2、2かけ3、2たす4なの多彩な組み合わせを持っております。で、車番に関してはこんな感じか。4両セット、こっちが F29。こ下が F24 か。合ってますね。F2 の24って言うんだ。あ、F4 の、あ、そうか。F の4と、いや、そういうことね。2両というので、そういうことか。なるほど、なるほど。プロタイプポスが。で、ステップのある客扉、交流電車などのパンタグラフ周り、機器等と。で、同形態の直流電車 E2 が国質も、異なる箇所、リアルに体現。4両編成は非ワンマン対応車、2両非、失礼、2両はワンマン対応車。で、側面作り分け。4両、幕板の車外スピーカー、ドア枠の出入り口、正直なし。2両、車外スピーカー、ドア枠の出入り口、正直あり。で、パンタグラフは小型の PS105。で、どうこうと。で、こっちに関しては、前面表示、仙台取り付け済みで、交換用に無地、行き先表示入れと、車椅子、ベビーカーマコン印刷済みと。動力車両はそれぞれ雲を離れ行く位置に設定、片台車駆動のトラクション台 SOB DC レンドリー。つまりこれはあれかな？これはフライホイールという認識でいいのかな、おそらく。そうですね、片台車だからそもそもフライホイールしかねえか。そしてカップラー各社でもフックなしのボディマウント、未然採用、先頭部に取り付けた電源が付属等々。結構これは売れるんじゃないですかね。701系って結構その人気あった気がするんですけど。しかも4両で1号っていうのはちょっと安いっていう気もしますね。いくらだっけな。4両で1万5千円と、2両が9、まあ、約1万円か。まあ、約1万6千円と1万円なんでね。まあ、マイクレース買うよりはお安いかなって気がしますね。まあ、俺、徒歩方面はちょっと結構管轄外なんで面白いですけど。そしてこちら、10157、こちら特記品として、 E231 中央線開業130日じゃ。まあ、これに関してはトミックスが先発して出したときに、あー、加藤出るかなと思ったら、出しましたね。はい、って感じでございます。実車場全面以外の、フルラッピングのオレンジとした T24 を再現。201系モチーフにした財布にこだわった表記も、まなく再現と。で、運行当初を全面に消されているマークを付属品として設定。戸袋部に配置された中央線から消されているロゴマーク、等々を再現と。で、所属表記、電表記、エンド表記、戦闘士、ジェマークは201系モチーフ国勢所、隊の、白色で再現と。形式車番表記は国勢所隊のグレーで再現。全面行き先表示 949T 快速高を取り付け済み。交換用の全面表示として 1433T の中央特快大月、1264T、青梅特快東京付属品設定。側面表示は、黒字を印刷済みで行き先表示付属と。で、ヘッドマークをワンタッチで取り付けるの。クーラーは5号車がトランスポーテック製、それ以外は三菱製。カプラは先頭部ダミー、中間車は、フックなしになったんだ。中間部はボディマウント、ミシレン型。今まで出てたね、加藤のこの通勤電車シリーズ、結構、なんつうの？フックありが多かったんですけど、これは初めてなのかな？そして、まあ、フライフル付け動力ユニットと。で、前面、窓から見える上密室仕切りを再現。また同時に仕切り窓同士に室内を見ることが可能と。で、パッケージは6両物件 ×2 で構成、一括スリーブに収納と。だこれがあるんだよな、なんつうの。今まで加藤が出してきた、なんだっけな、リラックマとか、何出してきたっけ？あ、隅っこ暮らしか。ああいう山の陣のラッピング電車みたいにスリーブが来られたらいいんですけど、その記載はないんだよな。これね、トミックスはちゃんとね、なんつうの。なんかスリーブどうこうって規制されるんですよね。そしてこちら。あ、そうですね。江山鉄道って京都でよかったのか。出町柳から、観光、これ、アンバさんでいいのかな。アンバまで結ぶ出路線と。平成9年登場した900型キララは、パナミック車でメープル、そこ、ほらほら、赤とオレンジってやつ。なんか新しい色が増えたんだ。平成30年、去年の12月1日から、開業90周年、開通90周年を迎え、約1年間、まあ、この開通90周年事業を行ってるのか。今回その一環として、メープルレッド1本を、メープグリーンに変更したのか。おー、なるほど、なるほど。いくら？まあ、8800円か。こんな感じと。で、あとこれがスタートセットか。で、こっちが客車燃料セット。スユニ60、オハ46、サハ43、オハフ45。これ、ちなみにライトがつくのかな、客車セットは。あ、つくんだ、ちゃんと。スユニ60とオハフ45のみテールライトセット。ただ真ん中に入る、スハイ、あ、スハイ43は元中間車が持てないか。あ、じゃあいいね、これ。ただ、所属が積水っていいね、これ。懐かしいね。一応こんな感じ。
オハ46かスハ43か転入者で設定と。で、スハ43後期の増備者。茶色のオハ45初登場と。で、水に6畳ハ45がテイライテントと消灯スイッチを装備と。で、所属表記は積水。積水って懐かしいな。加藤が単品時代によく使ってたシャバン、あれだから所属表記だからね。いや、これは本当に懐かしいな。ここ数年積水の所属表記のシャレってあんのかな、多分ないと思うな。俺が今103系計画で集めてるスカイブルーなんか結構積水表記のね、車両が多いんですけど、加藤製に関してはね。いや、でもこれはいいな。それぐらいかな。で、あとコンテナと、これあとあれか、サウンドカードか。ちょっとじゃあ中央線だけ見てみましょうかね。まずポスターはこんな感じ。加藤から10月。おそらくだから来月あたりに出せば、来年度間に合うかな。2020年上半期。まあそろそろ撮ってもいいと思うんですけど。なんか面白いね。今まで赤とオレンジだったのが。グリーンか。面白い。ただ買わねえ。まあ、中央線に関してもね、俺トミックスのやつ予約しちゃったから。まあ、これは普通に加藤がどうなるかってことだね。そして701系。これすげえな。背景めちゃくちゃ綺麗じゃん。まあでもこれも結構売れるんじゃないですかね。どうなんかわかんないけど。701系の仙台どこに行ってんのかな。一ノ関から新白川。俺ちょっと詳しくわかんないんでごめんなさい。常磐線の普通区間ってどれが知ってたんだろう。これでいいのかな。ちょっとまあ知らないのかもしれません。そしてランズ九州。こんな感じと。で、デゴイチの、客車、失礼、スターターセットと、これが客車セットと。スターターセットの方はちなみに客車が2両入りなんだ。オハフ33、オハ35。で、機関車なんでね。そしてサンドカード C62。で、あずさが再生産か。早いな、ちょっと。で、コンテナ。あ、18時で昔懐かしい青色だったんだ。青色のこのコンテナってもうしばらく見ねえけどな。で、ドクターイエローも再生産と。こんな感じかな。そしたら、中央線だけ見てみましょうかね。よいしょっと。中央線、これか。中央線開業130周年、ラッピング編成と。まあ確かに今まで結構この夏の、開業何周年の時って、まあ山手線で行くと、ラウンドハウスとかが出した巻き緑、あれ出して、で、高崎線のもなんだっけ、前面だけ、昔の懐かしいみかん色、再現してやってたんですけど、まあ中央線に関してはね、前面残してオレンジと。なかなか面白い感じなんすからね。俺は正直これでも嫌いじゃねえな。まあ予約しましたけどね、トミックスので。まさか加藤がな、後出しで出すとはな。あれ発売いつだっけな。確かトミックスがね、先月あたりに案内したはずなんで、多分ね、8月ぐらいなんですよ。8か9。これはちょっとでももうちょっと加藤が先出しまくった気がするけど、まあでもトミックスのがね、スリーブとかもろもろね、結構クオリティーンであれなんですけど。まあこれか、5号車のあれだけなんかパンタグラフか、パンタグラフでクーラーあれ、新しいですよってやつ。まあでもいいんじゃねえのかな。俺もあれだな、先週か先々週か、加藤から中央線が飛ばしたときに、俺落合行ったんですよ、ついでに。綱島から東急と、大江戸線乗り継いで。で、その帰りにね、中野経由でね、なんか、ブラーって帰ろうかなと思った時にね、ちょうど新宿駅でね、なんだっけな。ホーム降りたら、すぐに来たんですよね、ラッピング電車が。結構なんか撮影する人いて。俺あの時に初めて見たんですよね、ちゃんと実写を見るの。結構面白いなと思って。すごいですよね。俺なんか山手線のね、東京駅の時もそうだったんですけど、予約してから実写を見るっていう、なかなかのパンキーなパターンやってんだよね。アホだなと思われる可能性あるんですけど。まあね、パッケージがちょっとね、どういう風になるかって記載がねえからな、ちょっとその辺がね、まあ後出し加藤がどういうことになるかっていう気がしますけど。まあでも加藤って正直この E2 佐々木シリーズ、まあトミックスより結構豊富に場数は出してるはずなんで、出してたっけな、なんかちょっと待って、首痛えな。あ、待って、マジでなんか首の左側が痛え、俺寝違えた。すんげえ痛え。ちなみに8月まで運行するんだ。まあいいんじゃないですかね、面白みがあって。まあ値段としては26,300円。まあ税込み、税込みで多分2万ちょっとか。208?4? 多分2万1000円ぐらいか。多分ポポンの早期予約だと、税込みで2万、ほんとちょっとぐらいか。まあでも俺正直トミックスの予約しちゃったかな。加藤がもうちょっと早めに出してくれたら、加藤買ったんだけどな。経費削減で。なら中古抑えろ、バカってクレームきそうですけどね。クレームっていうかコメントきそうですけどね。
26,300円の 1.0 パ。ただ消費税っていつから値上がるんだっけな。それもちょっと分かってねえんだよな。あ、でも本当安いね。トミックスが本当にあの定価3万500円だったから、カトの方が安く感じるな。ポポンデッテの早期予約でお値段21,303円か。トミックスの方が3万500円の 1.0%×10.75。24,000円か。悩むな。まあでも結構トミックスの方もね、予約した方多いんじゃないですかね。俺ちょっとわかんないんで、その辺申し訳ないですけど。まあどうなることか。まあちょっと要期待かなと思いますね。で、それぐらいかな、案内としては。あとは別にまあ701系とか俺ちょっとまあ、興味ないんで申し訳ないんでね。うん、それぐらいかなと思いますね。で、一応今ね、この動画が上がる頃にはおそらくこの動画まだ上がった。あ、ちょい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 。今日金曜日なんですけど、昨日木曜日ね、動画3本撮ったらね、また Wi-Fi がね、俺 YouTube 見過ぎな影響でね、パンクしちゃってて。で、またね、動画がね、2、3本上がってないんでね、おそらくね、明日1本になるかな、今日先にこれ。あー、首、マジで、マジで待って。本当に首痛い。冗談抜きで首痛い。なんか左向、右向くのはいけるんですけど、左向くとマジで首痛い。マジで言って、今日が7でしょ。で、あ、明日、あ、で、あれか、火曜日が確か金沢でなんか入ってんだよね、バカレが、なんかバカレースが。それ確認して、で、明日多分土曜日なんで、まあ、あれか、土曜日に多分 紹介になるかな。確かに、ね、中古の NGG の紹介動画って1本は撮ったんですけど、まだね、その残りの1、2本撮れてないはずな、出してないはずなんで、ちょっとね、それに関してはね、面白いのでお待ちください。はい。一応ね、まあ、面白いやつまた買ってきたっていう感じにはなってますんで。そんな感じかなと思います。で、一応多分、まあ、加藤はね、まあ、月初めの週に出してくれたんで助かるんですけど、おそらくトミックスはね、来週半ばか18ぐらいかな。多分、遅くても17までには出ると思うんですよ、トミックスは。で、マイクロとグリーンマックスに関しては、おそらくまた月末近くにはね、なると思いますんでね。まあ、一応、そんなこんなでございますかな。というところでございます。よいしょ。あとはそれぐらいかな。案内するとしたら。まあ、ポポンデッタの N ゲージがまたバカ遅れますよっていうぐらいしかないんですけどね、あとは。なんだっけ、また遅れるんだっけ、まあ、阪急と荒野となんかが。俺ちょっとあんまり詳しく見てないからなんだけど。あ、すいません、ちなみにドクターイエローのみ再生産9月なんでご注意ください。なんか記載があったわ。気づいてなかった、普通に。これか。南海荒野6月から、11月、そして阪急電鉄に関しても、来月から11月と。で、JR 九州に関しては今月から、再来月の8月予定となっております。もともとこれって発売いつだっけ？ 俺ちょっと覚えてないんで申し訳ないですけど。あとはこの辺かな。まあ、あとは特段案内するやつはなさそうっすね。まあ、労働からコンテナ出たり、プラッツっていう懐かしいメーカーからコンテナ出ますよってぐらいなんでね。プラッツってでもなんかコンテナ1個がすっごい重いんですよね。なんか俺、プラッツのコンテナにちょっとだけ持ってるんですけど、なんか普通の、なんか労働とか、ほがらかどうかですね。ほがらかどうとかよりね、重いんでね。まあ、そんな感じかなと思いますね。でも尺的にも20分超えちゃったんで、さっさと終わりにして昼寝したいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。